ランギロア干渉は南太平洋にあるフランス領ポリネシアに属するトゥアモト諸島の北西部にある干渉。トゥアモト諸島の地図東西 1300km、南北 1000km の範囲を描いたもの。左上から右に向かってマタイバ干渉、ティケハウ干渉、東西に長いランギロア干渉である。マカテア島はティケハウ干渉のすぐ南に描かれている。 干渉の前傾衛星軌道からの写真干渉の近傾西部を航空機から眺めたところ、南位14度05分、成形148度48分に位置し、多七島パペーテの北東約 355km にあたる。北西から南東に 82km の長さで、幅は最も広い北西部で 32km、狭い南東部で 5km である。 陸地面積79平方キロメートルを含む、総面積は1763平方キロメートルで、琵琶コの面積の2.6倍に相当する。ドアモット諸島最大の干渉であり、世界でもマーシャル諸島のクワジャリン干渉に次ぐ、第2位の面積である。約415の島々から構成され、アバトル集落がある、アバトル島、ティプタ集落があるティプタ島のほか、 北部のマヘレホナエ島、東部のテバロ島、南部のオテピピ島、フェヌアロア島、西部のテレア島等がある。川渡し水路は北部2カ所で、アバトル集落の北にアバトルパス、ティプタ集落の北にティプタパスがある。このほか、北西部のティバルパス、テアバティアパスは小型船のみ通行可能である。 人口は2002年の調査で2334人で、ドゥアモトゥ諸島の中で最も多く、アバトルとティプタに、それぞれほぼ半数ずつが居住する。近隣のマタイバカンティケハウカンマカテア島と共に、ランギロア行政区を形成する。ドゥアモトゥ諸島の中心地であり、観光客も諸島中最も多い。島名は、ドゥアモトゥ語で、広大な空に由来する。タヒチ語では、 同じ意味で、ライロアと呼ばれている。10世紀頃に初めて人が住み着いたと考えられ、当初、アバトル、ティプタの他の島々にも集落が存在した。ティバル島のアニヒアのマラエ、マフェレホナエ等の手骨のマラエは、その当時の移行と考えられている。交渉では、西部の集落は大災害で滅んだと伝えられているが、これは1560年頃に生じたと考えられる。 津波のことであると推定されている。島を最初に訪れたヨーロッパ人は、オランダの航海者ビリムスハウテン及びヤーコプルメールの一行で、1616 16年のことである。島は17世紀から18世紀初頭にかけて、ドアモトゥ諸島北部の中核として栄え、大規模なマラエや京の集落の石が築かれた。しかし、18世紀半ばにアナアカンの住民による、 襲撃を受けて多大な犠牲者を出し、生存者もティケハウ干渉、マカテア島、タヒチ島に逃れて、島は一時期荒廃した。19世紀前半からそれら住民が帰還するとともに、1851年にはカトリックの宣教師が布教に訪れ、1865年からは油屋市のプランテーションが始められるなど、ヨーロッパ支配の歴史が始まった。 20世紀初頭から半ばにかけて、コプラの生産がピークに達した一方で、臨港石採掘で一時期人口2000人を超えた、マカテアジマ鮮魚の出荷が盛んに行われた。1965年に空港が開設された後は、徐々に観光業が盛んになり、重要な産業の一つになっている。近年では、黒真珠養殖も行われている。 気候は一年を通じて温暖であり、晴天率が90%以上と非常に高い。4月から11月の寒気には南東の貿易風が吹き続ける。7月8月は強風でラグーンが荒れやすく、外洋と変わらない高い波が起こることもある。雨季の12月から3月にかけても降水量は少ない。水は雨水を貯めて利用するほか、飲料には タヒチ島のミネラルウォーターを多く利用している。フランス領ポリネシア唯一のワイナリーがあり、2001年からワインの出荷を行っている。約20ヘクタールのブドウ畑はアバトルの北隣の島にあり、熱帯地方での栽培法を研究して収穫を可能とした。ダイビングの名所として有名であり、世界各地からダイバーが訪れる。ディプタパス島で塩の看板を利用して、 海洋側からラグーンへと移動しながらのドリフトダイブがよく行われる。オニートマケエアをニカマスと、大型の魚の群れとの遭遇が容易である。空港はアバトル集落の南方にあり、IATA の空港コードはルギーである。エアタヒチがタヒチ島パペーテのファーア空港から毎日2から4往復、直行で55から60分の便を運航している。他、ボラボラ島からも、 収録往復航空便がある。また、TK ハウ干渉、マニキ干渉、ファカラバ干渉への便もある。船便は6社が、それぞれ1から4回、月の割合で、タヒチ島や他の西部トゥアモテ諸島を結んで、客客船を運行している。リゾートホテルが一つあるほか、ホテル、ペンション等が、アバトル集落近辺を中心に十数軒ある。観光名所としては、 西部のブルーラグーンや南東部のピンクサンドビーチ等がある。ありがとうございます。